国立感染症研究所 BSL4 を国内初稼働へ。 塩崎厚生労働大臣は今日国立感染症研究所村山庁舎がある東京武蔵村山市の藤野市長と会談しエボラウイルスなど最も危険性の高い病原体を扱うことができる研究施設 BSL4 バイオセーフティーレベル4を,を国内で初めて稼働させることで合意しました。これにによりエボララ熱熱ですとかラッサ熱などののののの危険度の高い6種類の感染症の患者が出た場合に病原体の 詳細な検査ができるようになりウイルスを保管し検査方法の開発、改良を行うことも可能となるとということですパンデミックというかですね、はい、あの SF の世界によく出てきますけれどもこれ昭和56年に完成してた、はい、もうすでに施設はできていた、それ住民の理解を得るのに30年かかったと。 うんまあ、だけど偉いよね30年かけてちゃんと理解を得たのとうん、うん、それから世界の状況変わったよね、はい、今みたいにエボラ出血熱だなんだっていうことがやっぱりニュースになって報じられると、うん、わこれは大変だということで本当に日本で発生したらやっぱりこういう組織もあのしし施設も必要なんじゃないかというふうに皆さんの認識が変わってきたということで時間をかければあのこういうふうにあの いいこともあるとただ心配ですね、そのどのぐらい古びちゃってるのかね、30年前の,の、ね。すぐ現代化して使えるのかと。うん、だからすあの最新のものに更新して、はいえー、いただきたいと、えー、思いますよね。はい、はい